今回は三次の平和と国際交流の拠点、ジミー・カーターシビックセンターをテイスティング。なるほど、三次観光ソムリエ。ジミー・カーターシビックセンターは多目的ホール、ピースベルホールや平和学習センター、図書館などの設備を持ち、国際交流、生涯学習の拠点として親しまれています。ジミー・カーターシビックセンターってちょっと変わった名前ですけど、どんな意味があるんですか？当センターの名前の由来は、第39代アメリカ合衆国大統領でありノーベル平和賞受賞者でもあるジミー・カーター氏と公務長との交流が縁で名付けられました。大統領の名前がついていたんですね。でもなぜ公務長とカーターさんと交流があったんですか？きっかけは昭願寺にあった盆章です。この盆章は第二次世界大戦末期、砲弾の資材として呉に供出されましたが、その後イギリス、アメリカへ渡りました。そしてアトランタのカーターセンターに平和のシンボル、広島の鐘として寄贈されます。これが縁でカーター氏が公務長を訪問され、国際交流が行われるようになりました。鐘がつなげてくれたんですね。ジミー・カーターシビックセンターはどのように使われているんですか？生涯学習、平和学習の場として活用されています。平和学習センターでは世界中で起きている民族差別などの問題をパネルや映像で学習できるようになっています。また幼児閲覧コーナーや視聴覚コーナーを備えた図書館、コンサートから演劇、発表会、講演会に活用できるピースベルホールなどの設備があります。そしてプラネタリウムも併設しているんですね。はい、当館のプラネタリウムは毎回おすすめのプログラムを上映しています。ご家族、ご友人と一緒に宇宙の神秘に触れていただければと思います。ここでミカのテイスティングポイント。ジミー・カーターシビックセンターに入ってすぐのところにあるモニュメント、人は広島県出身の彫刻家秋山博美さんの作品。訪れた際はぜひ鑑賞してみましょう。たくさんの充実した施設、設備があって、いろいろな機会で活用できそうですね。はい、ジミー・カーターシビックセンターのご利用についてはご覧のところまでお問い合わせください。三次市からのお知らせです。3月9日日曜日午前9時から第36回ミラサカ灰塚湖健康マラソンが行われます。お問い合わせ、お申し込みは三次市ミラサカ市長まで。次回は三次の地酒をテイスティング。